改めましてこんにちは臨床心理師のカウンセラーあゆみですハートカウンセリング心を健康にさてエポさん、はい、今回は番組にまた素敵なゲストをお招きしているので、はい、ご紹介をお願いいたしますはい えー、入間市議会議員の細田、えー、智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます, <laughs> すごく緊張されていらっしゃるのですが、あの柔らかくあの。はい、あの大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします。いますはい、まずはですね、市議会議員さんということで、なんかすごい人がやってきました。ということなんですけれども、ありがたいんですが、あのー。まあ聞いてくださる方も入間市の方が多いと思いますので、ご存知の方も多いと思うんですが、改めまして細田。 さんの,あのプロフィールなどをご紹介させていただければと思いますしあのお話をしてくださればと思いますがまず市議会議員さんということですよね。はいはい、で、えー、とこちらにですねあの名刺をいただいてあのプロフィール書かれているんですけれどもなんと世界初の 女性から男性の地方議員ということで、すごい世界初の人がこのラジオに来てくださいましたということなんですけれども、ありがたいんですが、まずですね細田さんからあのこの市議会議員を目指すまで、どうして議員になろうと思ったのかということも含めて、お話をお願いしたいんですけれども、私が市議会議員を目指した理由は、やはり私は 今声だけ聞くと男性って思われると思うんですけど、うん、女性から私は男性に戸籍を変えていまして、はいえっと、中学校の頃からずっと入間市で過ごしていたんですけどうす、ね、やはりこう、まあ、皆さん聞き慣れないとかいろいろメディアで取り上げられてるの LGBT っていうその言葉ということで、うん、私はトランスジェンダーの当事者ということで、うん、まあ戸籍を生まれた性から別の性に変更して、うん いるんですけどやはりそうやって生きているその戸籍を変更している人はやはりテレビだけとか、うん、あとは都内の一部の一角にしかいないんじゃないかっていわれている存在をしないような方だと思われがちなんですけど自分自身がやはり入間市で中学校からずっと過ごしていた中でそういう人がまあもっと身近にいるこういう入間市でも。 存在しているんだということを、うん、まあ、知ってほしいっていうような。ことで、えーうん、まあ、ロールモデルになりたいということで、まあ、市議会議員を。えー、えっと、<ー>目指しました。あ、そうなんですね。はい。そういうことだったんですね。はい、えっと、ちょっと、あの、話がずれるかもしれないんですけど、まずは、その。はい 私ももちろん知ってはいるんですけども詳しく知らなかったりもするのでぜひ教えていただきたいんですがまず LGBT というものをですね LGBT っていうのは性的少数者性的マイノリティの中の一部っていうような捉え方なんですけど L っていうのはレズビアン女性として女性を好きな人女性同性愛者。は 男性として男性を好きな男性同性愛者で B がまあバイセクシャル女性として男性も女性も好き男性として女性も男性も好きという両性愛者になりますで T がトランスジェンダーといって生まれた性別とまた別の性別に生きていきたい人とか生きている人のことを言いますまあ性別を変えているような人のことを、まあ、広い意味でトランスジェンダーというような 言い方になります、はい、他にも LGBT 以外にも最近では LGBTQI とか IQ とかっていうような Q っていうのはクエスチョニングといって自分の性別をどちらにも決められない人のことを言います。そういうい人たちも

ことについての今違和感だったりとかはい、はい、あったのかっていうのをお話ししていただければと思うんですが、はいえっと、私自身はま小さい頃まあ、幼稚園頃から性別に対しての違和感がすご、うん、そんな前からかはいあってでもその時にはまあ、俺は男だとか、うん、僕は男だとかっていうような確実的なものではなくて、うん、やはり女の子にこうくくられること幼稚園でいうとお遊戯会とか、うん、あとは 音楽楽界の分担楽器とか、うん、そういうような,なんか女の子にくくられるとかっていうものに対してなんかなんでとかどうしてってやっぱり思ってすごい違和感を持ってずっと過ごしていてやはり小学生の頃にもやはり今だと多分なんか男子生徒にもやあの教育をしてるっていうんですけど所長教育とかの時にもやはり私は男子と一緒に。 あのクラスを飛び出ちゃっても「うん、細田さんはこっち」って言って連れ戻されちゃったりとか<ー>そういうような時からもう、まあ、性別に対する違和感みたいなのは持ってました、うんまあ、幼稚園ごろからですかね、うんそのまあ、幼稚園だとその制服とかもあったんですか、ねはい、ありました毎日も制服はスカートで普通にあの通ってましたそれもやっぱりちょっと違和感は、はいまあ、嫌でしたねやっぱり水着とかも嫌でしたしプールもあったので幼稚園でも。 そのその違和感とか嫌だなっていうのがあ、はい、これはその性に関することなんだっていうふうにこうなんてうんですかねご自身自覚されてきたっていうのはいつ頃なんですかやはり一番嫌だこう性に対して嫌だなって思ったのがやはりその生理とか胸が膨らんできた時の小学生のまあ高学年っていうんですかそこの時が一番やっぱり性別 プラス、まあ、自分の体に対して嫌なんだっていうことを、うん、あまあ自覚し始めたそういうのってそのあの嫌だとか違和感っていうのを今すごくあの感じていらっしゃったってのは分かるんですけども、はい、男になりたいとかそういう希望とかっていうことではないんですかねそこは違うんですか男になりたいっていうよりも、うん、なんで女の子なんだろうっていう,うようなことが小さい頃うん、うん っていうかまあ、小学生の中学年ぐらいは多かったのかなって思うんですけど性別はまず変えられるとか、うん、そういうことを考えたりとかも思ったことがなかったのでなりたいなんでなんだろうでもどうしてなんだなんかすごいうまい言葉じゃ説明ができないですけどもやもやした気持ちがすごいありました。 うん、それはそのご自身でずっと、その小さい頃から持っていらっしゃって。はい。何ですかね、その自分以外の人に。はい。お話をしたっていうのはいつ頃だったとか覚えていらっしゃいますか、ね。私は、えっと一番最初に話したのは20の、二十歳。の。結構後なんです、ね。時に、うん、えっと母親に。一番最初にカミングアウトをして、まあ公表したというか。うんうん、それなんで二十歳だったとかあるんですか。まあ 私自身がやはり、まあ、大学はも、えっともと、うん、の市議会議員になる前が臨床検査技師といって病院で採血とか尿検査とか、はい、そういうような専門職に就きたいと思ったので大学もそれをのために選んだ大学だったんですけどうん、うん、なかなか,なんかこう勉強が手に進まない、まあ、もちろん勉強ができないっていうのももちろんあるんですけど、うん、進まなくてまず女性の臨床検査技師として生きていくというか。 働いてるイメージが全くわからなかったので、うん、どうしようどうしようってやはり気持ちの中では焦っていて、うん、その時にやはり何でなんだろうってやっぱり自分自身と向き合って考えた時にやはり性別に対する違和感って思って、うん、まあ誰にも相談できないっていうのはやはり辛いことだったのでこれからの人生二十、まあ、歳っていうような、まあ、今は18歳とかで成人っていうのがありますけど、うんね、やはり20歳で成人って思ったので。うん まあ、そこのところで、自分に区切りをつけようと思って、母親にカミングアウトをしました、うん。あ、なるほど。はい。そう、そうか、で、その時は、親御さんはどんな感じ、あの、示されたんでしょうか。すごいびっくりは、やっぱり、していたんですけど。うん、まあ、あの、それはやはり。 夜の世界とかでしか生きていけないんじゃないかとかそういうようなまあ心配がもちろん親的にはやはり自分の子供がわざわざいばらの道に進むっていうのはいかがなものかっていうのももちろんそういうような気持ちがあってまあ最初はうんってやっぱり思ってたんですけどああ思って思われてたんですけどでもまあ自分自身がこうしたいっていうことを伝えてあのー ここまで悩んでいたとは思わなかったってやっぱり母親に、ああはい、言われて、でもその続きに、あのあなたが幸せならいいって一言言ってくれたので、一生懸命頑張っていこうとな思いました。<笑><笑>理解をされてはいくださったってことですよね。はい、そっかそっか。その時にそのお今のお話の中でお母様にこうなりたい。 こうしていきたいっていうふうにおっしゃったと、はい、そのこうっていうのはどういう男性の臨床検査技師として働いていきたいとまあそのためには、はい、男性の臨床検査技師としてただ単に働くのではなくて大学の在学中に戸籍を変えたいということをお願いをしました、うんうん 二十歳と言って、その頃何年生ぐらい。えっと、二年生。大学二年生です。じゃ、ああと二年間の中でってこと。ですそうですね。うん、はい。なるほど。その頃は、じゃ、あまだこの市議会議員になるとか、そういうことは、ま考え。全く。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。そっか、そっか。 まずはその男性として臨床検査技師で働いてやっていくということを考えだったってことですね考えて、はい、ましたていうん。でちなみにそのお母様にということでしたけどお父様にははっていうのは、まあ、あ父親にももちろんあの、うん、手術とか戸籍を変える際とかにはやはり、うんまあ、カミングアウトはしたんですけど、うん、やはり母親にっていうのはやはり一番。 産んででここまで育てててくれたっていう、まあ、もちろん父親とも一緒に住んではいるんですけど、はい、まあ産んでここまで育ててくれた母親にってやっぱり一番最初に思ってたのでそのまあ、また今の話なんですけども、はい、やはり親御さんは気づかれていなかったっていうことなんですかね。ちょっと他の子と違うっていうのはもちろんあったみたいですけど着るものとか欲しいものっていうんですかち、うん、っちゃい頃から、うんうん、おもちゃとかの。 女の子様とか男の子とかっていうのはあったみたいですけどままさかここまでっていうのは思ってま結構その私もこの職業からの患者さんの中でこう LGBT の方とお会いしたり話をさせていただくこと多いんですけれども、はい、やはりそういう皆さんその服とか、はい。 思う子供の頃だとおもちゃとか、はい、やっぱりすごくこう違和感だったり嫌だったっていう話がやっぱ多いのかなっていう今お話を聞いて思い出してるんですけども、はいはい、特に服,なん服だと、はい、特に女性の方はあのやっぱスカート,カート、ね、そして服って、えー、と子供の頃だとやっぱりその制服、はい、その先ほどの幼稚園だったり、はい、まあ中,中高とか特にね,ね制服なんですそこでまあ 女子は多分スカートの制服が多いと思うので、はい、そこでかなり嫌だったという話を私もよく聞くんですがそれこそ,その細田さんもそのさっきの幼稚園の話もそうですけど、はい、中高での制服とかということに対しては、はい、すごい嫌でしたし、まあ、制服はもちろんなんですけど小学校の頃だったらランドセル。 今は結構いろんな色選べますけどなくて制服は本当に中学高校って嫌だったんですけど着なきゃいけないっていうかよく着ないでジャージで通えばよかったじゃんって言われるんですけどでもジャージで通うっていうことって多分少数派だと思うんですやはり人目につくというか何でジャージなのって言われるのも本当に嫌だったのでまあ我慢して。 うん、自分さえ我慢すれば誰にも何も言われないし、うん、怪しまれないから、うん、6年間ですかね通ってましたえー、そうなんですね。はい、そうかそうか、うん、かなんか最近結構今の高校って女性でもそのスラックスかそのスカウ選べるっていうのがあるんでやっぱりこういう LGBT の理解っていうのは若干その、まあ、広まりつつあるのかなと僕もちょっと思って,てあとさっきあの細佐さんがおっしゃったランドセルの色とかの昔は黒とか赤だけだったのにはんか、うん。 となんか水色とかなんかどっちが茶色とかどっちの性別のこのお子さんがつけても大丈夫なようなカラーリング作りになってるんで僕も大学時代とか結構そういうサークルがあって話は聞いったんですけどもやっぱその時はもうその人気とは若干狭かったんで、うん、今は2019年すごいんか。 こういったら変化を知らない、行きやすくなってるとか、じゃ、うん、ちょっとずつなんか改善されてって言ってるのか、改善的も変ですね、うんうん、なんか。僕は個人的にはそう思ってますね。まあ、そうですね、改善もそうですし、理解がね、やっぱり、すごく進んでますもんね。そう,ねはい、そうか、そうか、でも。やっぱり、こう、皆さん、やっぱその、さっきのお話ですけど、私の患者さんとか、やっぱ我慢できなかったって。<ー> <laughs> 制服とかも、うね、もう、どうしても嫌だから、こう、ズボン入って、ちゃったとか。はい やっぱりその先生とかにも話しちゃったとかありましたけどやっぱ細田さんそのずっと多分我慢されてき、うんね、たしやっぱり二十歳まで誰にもお話をされなかったということで一人でずっと苦しんで,、はいまあ、で苦しむというか、はい、まあ悩んでたりとか抱えてきたとということで誰にも、まあ、友達結構当事者だと友達に一番最初に相談する人が多いみたいなんですけどあす、ね、さあなかなか言えないなと。 本当に誰にも言わずに本当ににに誰も言わずその中で何か発散方法じゃないですけどこれはやってて楽しかったなとかって中学の頃とかは部活とか野田中学校だったので駅伝とかが早かったような形もあったので陸上部ではなかったんですけど陸上部がもともと野田中にはないので。 剣道部に入って、うん、放課後にその駅伝の練習に行くっていうのがすごいなんか楽しく過ごして中学校時代はいましたスポーツをやってるっていうのが上手だったんですね、うん、そういうストレス発散なんですけど <laughs> うこういうことでこう発散してとか好きなことをして楽しんで少しはこうなんかこうリフレッシュしようっていうのが多分そうですね、はい、<laughs> そうかそうでもそうなんですね うーんすごく興味深い話をねすごくたくさん聞いて私もあんまりこう直接、まあ、患者さんだとねまた違った話し方になったりするので直接お聞きするとやっぱすごくいろいろ小さい頃なりに苦労されたんだなとか誰にも言えなかったということですごく悩,、ま、悩んできた,来たんだなということがすごくこう浮かぶんですけどもうんでも、まあね、あの今はここまで来て。 今はかなり生きやすくはなっていらっしゃいますかね。はい私自身は、あのもう普通に男性として生活をできているので。まあ、すごい心地よく。あ、よかったです。それはよかったです。そうか、そうか。ちょっとね、あのまだまだお話聞きたいんですけど、ちょっと時間が来てしまいましたので。細田さんには引き続き次回の、あの放送でも、あのゲストで。この続きを話していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 え本日のゲストは、えー、入間市議会議員の細田智也さんでした。はい。した。ありがとうございました。ありがとうございました。